適当にシャドーしてもらえればいいっすよ。おお、早いな、左フック。いいっすよ、いいっすよ。回っていく感じでリングを。フックがうめえな。あ、いいっすよ、いいっすよ。あ、フック早いな。じゃあ、ワンツーフックいってください。こっち向いて、ワンツーフック。フックうまいな。もう一回いってください。ワンツーフック。おお、いいね。ワンツーフックストレートできます？ワンツーフックストレート。おお、うまい。早いね。じゃあ、それを緩急つけるのに、ワンツーフックストレートで、ワンツーフックまではもう手打ちみたいな感じで、軽くポンポンって。ワンツーフックで、ストレートだけをしっかり肩に入れてください。そう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 。ワンツーフックストレートってやると、めっちゃ速く見えます。今、めっちゃうまいよ。普通にだってこの半年くらいでしょ。全然うまい、うまい。いいっすよ。ワンツーフックストレート。そう。で、それを前に詰めながら来るともっといいね。そこで止まっとらんと。ちょっとずつ前に出ながら、ワンツーフックストレートっていう感じで、そのストレートだけをめっちゃ強く打つイメージで、他はもうなんか、ただ僕のグローブになんかパッパッパッって当てていく、目くらましみたいな感じで、ワンツーフックストレートパンパンって。そう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 。とか、あと入ってきなかったら、さっきみたいな感じで、ワンツーフックストレートのストレートをボディストレートに変えてください。ワンツーフックで飛ぶじゃないですか。飛び込んで、ボディストレートを下に沈み込む。そう。で、下に沈み込んで、起き上がっ、ジャンプしてる感じで、左フックを僕にやってくれると。そう。ってやると入れます。懐に入りやすくなる。はい。攻撃しながら中に入るみたいな。なんで、ワンツーフック、ボディストレート。で、フックって感じだと入りやすくないです。はい。そんな感じ、そんな感じ。ちょっと向けてください。あとはちょっと動きを細かく。最初はスピード。ワン、ツー、フック、ストレート、フック。そうそうそう。で、その場合は左のフックを決めって感じ。一番最後に打つやつを決めたいって感じですね。それまではスピードで。ワン、ツー、フック、ストレートまではスピード。で、最後のフックだけ決めみたいな。はい、感じで。そう、ボディストレートから最後のジャンプのフックだけを力強く。はい、打ってほしいです。で、そう、ああ、うまい、うまい。で、あとは足を引きずらんようにね。そしたらもっといい。なおいいね。いいですよ。ワン、ツー、フック、ストレート、フック。ああ、うまい、うまい、うまい。で、すごい上手、上手。すごいうまい。だから流れるような感じで、じゃあもう一個教えますね。さっきの同じことやってください。同じことやって、ワン、ツー、ボディ、そう。で、飛び込んでフックじゃないですか。なら、相手も下がってるんで、右ボディで追いかける感じ。右ボディ。そうそうそう。で、また左フックみたいな。そうそうそう。左フック上手やから、はい、左フックにつなげたいんで、さっきの感じで、ただ、ボディ打って左フック最後決め。はい。タン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 で、ボディフック。そうそう。ってやると、全部、その隅っこまで追い詰めれるんで、はい、そんな感じで、最後もう一回やってください。相手を詰める感じで。ワン、ツー、フック、ボディ。ああ、いいっすよ。いいっすよ。うまい、うまい、うまい。あ、全然うまい。